それでは第2部ということで、フォーラムの第2部を開催いたします。予定は17時から20時30分という長丁場になりますけれども、いくつかの講演、それから講演に、の後に討議という形でいくつかの内容に分けて、お話をいただきます。予定はこういう形になっています。17時00から17時20分、伊藤先生に震災復興で加速する東北の新たな産業集積、それから17時20分から17時40分に小松先生の政策 研究大学の小松先生の水産業と復興、それからその後討議の時間を設けております。で、少し休みまして18時から再開いたしまして、諸葛先生にエネルギーの持続性確保と公共政策原子力安全規制法制ですね、このお話をいただきます。でその後に、椚田直樹先生から、放射性物質による食品汚染の概要と健康影響、そして19時から19時20分討議を行います。で、少し長い休みはここに取りまして、19時30分から蔡博子さんのですね、先生の、21世紀平和の文化環境4次元ミュージアムの理念と企画という形でお話をいただきまして、その後に、コメント講演という形で、村主先生、田中先生、柳井先生、小谷先生にお願いしております。で前半第一部の経験から言いますと、少し我々ちょっと時間が全体として時間の枠が短いもので多少超過しがちになるということで、途中少し話を一旦この時間に終えていただいて、最後の討議の時間でもう一度お話しいただくという、そういう段取りで時間調整をしながら進めていこうというふうに予定しております。それでは早速ですけれども、伊藤雄三先生お願いいたします。それでは始めさせていただきます。東日本放送の伊藤です。東日本放送でですね、2008年の8月から東北ビジネス最前線という経済談義を月に1回始めました。これはトヨタの宮城県進出に合わせてですね、東京経済をどう進めていったらいいのかということをテーマに始めたんですが、3.11 が起こってからですね、これを通常の番組から震災の復興戦略に的を絞って始めました。その取材の過程と、その番組の中で議論したものを中心に今日はお話をさせていただきます。時間が極めて短いものですからかなり端折ることになると思いますが、その辺をご了承ください。それでは、ご存じのとおり今回の大地震はですね、未曾有ということですので、当然のことながら今までの地震構造では対応できないということで、まず今後ですね、どう考えたらいいのか、その視点からまず、再構築したといった方がいいですかね。そういうことで、私なりに自問自答した結果、この東日本の復興を日本の経済、閉塞状況ですよね、それを再生に結びつけるということで考えたというふうに考えました。そこで考えた視点がですね、まず復興構想は中長期的に大きく考える。そのためにはですね、細かい部分的ものではなくて全体最適をいつも意識すると、
それからまあ、当然のことながら新しい町づくりをしなきゃいかんのですが、これを産業再構築とパラレルに考えるということはどういうことかと言いますと、皆さん職を失ったんですね。職を失った人たちが新しい町に、仮に住むとしてもですね、そこに職がなければ定住できない。ですから同時にその町づくりと並行して産業を再構築しなければ新しい、町はできないというふうに考えました。それから私は東北の経済を考えるときに東北には3つの有用性があるというものをいつも指摘してきました。まず第一には食料供給基地としての東北の有用性から、その環境エネルギーの供給基地、それから、新しい産業集積基地がこれのところであると、その大きな、きっかけは、東北家庭の、宮城県進出なんですが、それを考えました。それからですね、これをもうとにかく東北自立のチャンスにしたいということはどういうことかと言いますと、明治政府以降、東北はどちらかといえば中央集権の中でですね、中央の都合のいいようにコントロールされてきたといった感じですね。まさに富国強兵の兵の供給基地であり、それから戦後はですね、一種の産業戦士ですね、金の卵という言葉に象徴されるように、中卒の非常にフレッシュな人間を、東北から吸い上げていった。これが日本の戦後の高度成長の大きな、私はその種だったなと思ってですね、したがって東北には東北自ら立つチャンスというのは今までほとんどなかった。しかし今回の震災は当然のことながら、まず第一に災害復旧があるわけですから、ここにかなりの額のお金が来るであろう。でそれをですね、なんとかその東北の中にとどめて中央に還元させないで、東北が自分たちの力で、新しい産業基地を作るということをきっかけにしたいと思いました。でその第一の鍵はですね、やっぱり第一産業の再生なんですね。その時に一番、なんていうの、足かせになるのが、私は一種の私有権、日本の戦後経済改革の中で、一種の戦後民主化の中で、作られた私有権、これは非常に私はその意義があったと思うし、間違いなくそのこれ自身が守らなきゃいけない。同時にですね、その私有権のみがこう課題になると、パブリックとの関係で、一種 の, その、農地の、転売というか、個人的な資産に変換してしまう、それはなんとか防がなきゃいかんし、この私有権と公共性と の, その調整、これが多分東北の災害復旧の大きな鍵になると思いました。それからご存知の通り、これは原発事故による風評被害なんですが、東北全体が非常に大きくダメージを受けたという、一種の風評被害ですね、それをこう変えるきっかけが、私はやっぱり観光かなと思いました。それから、こういう機会ですから、当然これから首都直下型の地震、あるいは東海、東南海、南海という三連続地震、そういう地震が予測されているわけですから、この機会に首都機能の分散を一気に進めたらということも考えました。でその中でですね、一番のネックはこの行政面での人材なんですね。ご存じの通り、その財政再建を、理由に公共事業がすごく削減されましたよね。小泉時代からの
その後の民主党の、まあ、人からコンクリートから人へというこのキャッチフレーズで公共事業がすごく削減されました。まあ、ピークに比べてですね、大体今 40% ぐらいカットされましたね。そうなるとどういうことが起こるかというと、あの土木建設産業に人がいなくなっちゃったんですね。で特にあの、まあ、例えば土木業者がですね、建設機械をほとんどリースに変えていって、実際に日本で稼働 しているその建設関連機械は大体あのピークに比べて 30% 減ってるんですね。ですからその例えばあの青森なんかで豪雪があったときにどういうことが起こるかというと、雪かきを除雪をする建設機械がないんですね。ですから今そういう状況があちこちで起こってます。まあ、この辺を考えて、じゃあその、どういう形で復旧復興作業を、まあ、見ていったらいいのか、まあ、こういうことを考えました。でまず第一に第一産業の再生が、まあ、先ほど申し上げましたように大きなポイントなんですが、これについてはですね、この後あの諸先生がいろいろお話をなさっていただけるようですので、私はそのパッと簡単に申し上げますと、まあ、とにかくあの今までの水産業、今までの農業、今までの林業ではダメであろうと、まあ、よく言われている農商工連携、まあ、水商工連携ってことがあるのかどうなのか、これは私が勝手に今日のために書いたんですけど、まあ、そういうこと、それから、まあ、水産業復興特構想、これはまあ知事は、村井知事は一時あの大きく言ったんですが、漁業組合の反対で今ちょっとトーンダウンしてますが、多分、これにはいろんな議論がこれからもあるでしょう。それから林業ですね。林業というのは、まあ、私はそのかねてから日本の国土づくりの基本だと思ってますし、林業をどうしたらその効率よくできるか、まあ、それにやっぱり林業機械、まあ、非常に今ロボット化してますから、それをまあこの機械に導入する、さらにあの農林水産業と環境エネルギー産業の連携があれば非常にいい好循環ができるのではないか、まあ、その辺を考えています。例えばですね、あのこれは JA 仙台が自分たちで考えた、農地の利用計画ですが、まあ、これは今後どうなりますか。から新たな産業集積と物流システムの構築、まあ、これが、まあ、今日の、まあ、主要なテーマなんですが、まあ、トヨタグループは、まあ、この震災の後もですね、豊田章男社長が仙台に来て、トヨタはここから撤退しないと、さらにここに集中すると言いました。まあ、これは非常に私はあの、まあ、トヨタらしいというか、かなり、まあ、評価すべき発言だと思っています。まあ、7月1日に関東自動車、セントラル自動車、トヨタ東北の3社が合併して、トヨタ自動車東日本という会社ができましたが、これにはあの大いに期待しています。例えばですね、この F グリッド構想というのがあるんですけど、これはあの、F はあのファクトリーの F なんですが、工場と、まあ、大平村を中心にしたあの地域と、まあ、一体化してですね、まああのまあ、新しいスマートグリッドを作っていこうというそういう構想です。これにも私は大いに期待しています。東京エレクトロンですが、そのこれは今最新鋭工場を稼働を始めているんですが、これにはですね、関係会社28社、があのこういう形であの参加しています。この中心はですね、実はその東北大学の近江教授なんですが、この裏に近江先生がいて、まあ、こういう
グループができてるんですね。でこれが新しい半導体の製造装置を作るわけですけど、この半導体製造装置が完成しますとですね、実はそのかなりこうなんですかね、安くて高度な、太陽光発電の素子ができるんだそうです。まあ大体今年末ぐらいには、これは近江先生の話ですけど、間違いなく多分できると。まあ問題はそれをどこの企業が行うかなんですが、それなりの生産があるようです。からまあ中部地方関西さっきと同じですが、やっぱりバックアップ機能をここに多分トヨタは考えたんではないかと。だからこの動きを加速する必要がありますし、大いに可能性あると思います。から私がもう一つ考えているのはですね、環日本海経済、今まで世界の歴史を見るとですね、大体地中海っていうのが中心になってるんですよね。その新しい文明、新しい産業を作るきっかけの一つが、まさに紀元前は、ヨーロッパ地中海で、21世紀は私は東アジア、東北アジアの地中海が、21世紀の、産業と文化の中心になる可能性があると。だもちろん、大きなネックが、ここなんですけど、ここが解決すれば、この輪はですね、すごく有効な輪になっていくと思うんですね。例えばですね、サハリンに天然ガスの基地があり、天然ガスが大量にありますよね。それで今そこで開発してるんで、今 LNG の形で、日本は輸入してるんですが、ここにですね、パイプラインをこう作っていけばいいんですよね。ずっと。あるいはそれからもう一つはですね、シベリアから朝鮮半島で、こちら側からもパイプライン、一種 その循環を作る。でこの話は、私は実はそのサハリンに今から、25年前取材に行ったことあるんですけど、その時に、そういう自分なりに構想を考えて、経産省に言ったり、それからガス会社、電力会社に、行ってみたら、結構皆さん関心を持ったんですね。ところが今ご存じの通り、依然として、北朝鮮がこういう状況だし、からロシア中国との問題もありますし、進んではいないんですが、今また非常にそういう声が大きくなっています。この辺もですね、東北の発展のベースになる、私は構想になると思っています。実はですね、もう一つ、いろんな特区があるんですが、去年の震災直後、3月の末にですね、この45フィートコンテナっていう特区がですね、宮城県に認められたんですね。震災の途中だったものですから、どこもほとんどニュースにはしなかったんですけど、これでも宮城県だけじゃあんまり意味ないんですね。だこれをなんとか東北全体に持ってくる。そのためには仙台空港、仙台、この辺を、大胆に整備して、仙台を東北のハブにすると、こういうことを考えました。でそのためにですね、今何が今後ネックになるのか、こういうことを考えています。特に今後のですね、世界経済考えると、自給率の向上ってのは私は絶対欠かせないと思うんですよね。っていうのは、そのブリックスが、先進国並みにななる可能性は、それほどは高くはないと思うんですけど、例えばこのブリックスの人口はですね、合わせると大体、28億から
30億近くなんですね。これはどういうことかというと、今の先進国の人口は8億人ですから、それの 3.5 倍なんですよ。で、地球全体の人口の 40%、 それが、今ブラジルは1人当たり GDP で1万ドル超えてるんですけど、残りがですね1万ドル超えるような状況になったら、あっという間に資源の枯渇が起こる。で、その時に、それをこう支えるのが、私はその日本の自給率を向上する、その核が東北になる。で、その東北をこの震災を機会にですね、非常に効率のいい、しかもその強靭な、システムに作り変える、非常にいいチャンスだと思っています。今、原子力発電の問題が非常に問題になってますが、もう一つ、その地球温暖化っていうのは今後もね、私は続くテーマだと思ってます。まあ、これもエネルギーについても、後ほど、そういう声もあるようですから、詳しくは申し上げませんが、この辺が我々が慎重に考えなきゃならない、テーマかなと思ってます。からまあ、そのための一つの考え方がエコシティだ、スマートグリッドですね。からもう一つ、これリニアコライダーの誘致、これもものすごく大きなインパクトがあるんじゃないかと思っています。まあ、ご存じの通り、スイスにセルンがあるんですが、まあそこでヒッグス粒子のその可能性が非常に高いということが証明されたんですけれど、あれは円形ですから、またそれよりさらに一歩進めるためには直線型のリニアコライダーが必要なんだそうです。この適地が、岩手県にあるということです。からいつもですね、東北の経済を考えるときに我々が見落としがちなのが世界経済の動向なんですね。で、私がそのトヨタが宮城県に進出するっていう話を聞いたときに、実はその疑ったんです。で、まあ当時の奥田さんにちょっと聞いたんですね。だってもうすでに一関っていうか岩手県に関東自動車があるじゃないかと。そこに新たにトヨタがどうしてそこへ作るんだ、二重投資じゃないかって申し上げたんですよね。そうしたら、伊藤君ね、君の考えにちょっとスケールが小さすぎるって。トヨタが考えてるのは世界だって。で、世界を考えた時に、どうしてもやっぱり東北に一つ新しい拠点があった方がいいんだって言うんですね。で、私と同じようなことを豊田章一郎さんにも奥田さん言われたんだそうです。それをそういうことで交わしたんだそうですが、これはちょっと余談ですけど、今豊田章一郎さんと奥田さんの仲ってのは非常に悪いんです。で、これがきっかけかなと私は思ってるんですが、ひそかにね。だいぶ時間、余談をしてる時間はないんで、ちょっとさせてもらいますけど、あ、これは古いあれだな、すいません、ペーパーの方にですね、復興特区の話が出てると思うんですが、民間投資、促進特区、これはここに書かれてあるように8業種の関連産業が中心なんですが、今宮城県ではですね、13市20町1村323区、これはすべてその地盤まで決まってるんですよね。だからどうしても323区と非常に数が多くなってるんですが、5月末現在で、ちょっと今62業種とありますが、62事業ですね、62事業、83件、これは今申請されてます。これはですね、ほとんどが、もちろん本社は、宮城県にあるのも、東京にあるのもあるんですが、実は現時点ではまだ、被災地に計画していた工場、あるいは被災地で被災した工場を内陸部に移す段階でのその特区の申請なんですね。
ですからその実はまだその、県外からの進出はほとんどないんですよ。この産業特あの復興特区を使った進出っていうのは、ここが私はその一つ今後のポイントになると思うんですが、いかにこの復興特区をですね、被災地からアピールして持ってくるか、まあ、この辺が、ポイントだと思います。ちょっとあの時間がなかったもんですから雑になりましたが、とりあえずあの私の話はこれで終わらさせていただきます。大変失礼いたしました。小松でございます。時間が限られてますからもう端折っていきます。あの冒頭の方にあの震災のですね地図だとか写真は出てくるんですけど、ちょっと省略をします。それで、まあ、あの私はあの漁業流通それから水産加工業それとその関連産業について話しますけど、特にあの塩釜仙台湾のあれですね、塩釜から八戸まではですね、やはりあの水産業をですね、漁業を中心として水産業をいかに復興させるか、それから新しく変えていくかということがですね、大きなポイントになると。それをしなければですね、まあ、私もあの先週末陸前高田行ってきたんですけど、2万6000のですね、震災前の人口が今2万1000で、2035年にはですね1万4000人になってですね、そのうち、半分以上が65歳のおじいさんばっかりと、多分震災の予想を入れるともっと急激にですね高齢化が進むんだろうと思うんですね。それからあの船渡市で、大体500名のですね漁業者がいるんですけど、これも136人しかですね、後継者が2008年でおりませんし、ちょっと私のアイコンがどれなのかちょっと見てもらうとありがたいんですが、陸前高田でも486人が110名しかいないんですね。で岩手全体ではあのやはり5000人にですね対して1000人の後継者しかおりません。でそれがさらにあの急速にですね加速しているんです。で今のですね政府この前も河北にですね調査本源に金つけるのがおかしいというコメント、私のコメントが載ってましたけど、私が言いたかったのはですね、22億のその橋田金をごちゃごちゃ言う前にですね16億の本体がどのように使われているかよく吟味しろと、そっちの方は河北は書いてくれなかったんですけども、あのこの金の使い方がですね今いる人のですね、その生存に使うのか、やっぱり今いる人でもう年齢がですね、あのスライダーショーのこれどうすればいいんですかね、年齢がその上の人には退席してもらうようなですね補助金の使い方にするのかですね、で若い人があの産業につけるような方向にするのかですね、こんなことは外国人と話していると全然その検討の余地なくですね、答えは明らかなんですけど、日本の場合はもうお年寄りと旧態を回復するという方に使うということにですね終始しているわけですね。特に東北もですね、それからあの2、3年の雇用につながるあの公共事業、今公共事業の話出ましたけれども使って、まあ午前中の話もありましたけれども堤防もですね、課題にですね、作ってですね、確かにまあ2、3年はいいかもしれませんけど、本当に大事なのは産業復興、それも産業がですね持続的につながっていく30年40年先にですねその産業があるようにしていかなくちゃならないんですけど、今の状況を見ますとですね、農業も土地の制約、高齢化、水産業もですね、こうやって見るとですね、これ上の方が日本全体で、下の方が東北なんですが、5分の1にもう震災前から減っててですね、
まあ、一生懸命石巻も気仙沼も頑張ってるんですけど、まあ、頑張ったって所詮どうにもなんなくてですね、平年の3分の1だとか2分の1の水揚げレベルにとどまっててですね、まあ、今後とも多分ダメだろうと思います。でこれがだから3校の状況でありますけど、一番まあ壊滅的なのは塩釜ですね。あとは石巻と気仙沼ですが、気仙沼はこれ遠洋船の水揚げが入ってませんから、これを入れれば同じような状況で、これは仙台の笹釜のですね原料になったりですね、それからまあ煮付けの原料ですけど、この近畿がですね、1万4000トン取れてたのが今10分の1で、魚体の大きさもですね、20センチぐらいのものがですね今8センチぐらいですね。これ底引きであまりにもその1年に7回引きますから、近畿はやっぱり5年からですね7、8年その大きくなるのにかかるんですけど、こんなことやってればですね殺戮機械がもう自分が大きくなる前にやってくるわけですね。でこういう漁業を巻き網の方もそうなんですけど全然直してないわけなんですね。要はその規制がない、ほとんどないんです。日本的な規制があるなんて言ってますけど、そんなものはもう規制のうちに入らない。それから取り締まりをしてないんですね、日本の場合はですね。そうするとその取り締まりをしてない規制っていうのはですね、あるがごときでありますね。で要は取り締まりの原点というのはですね、やっぱり一人一人がいくらの枠を持ってるか、それがなければですね取り締まりの実際は使用はないわけなんです。でまあ被害の状況はここ書きましたけども、これもカットしますが、これがですねさっきちょっと申し上げた雇用者のですね後継者どれだけいるかなんですが、宮城が3分の1ですか、岩手は5分の1、福島もですね大体3分の1しかいなくて、震災後にはですねまあこれより半分に減ったりですね3分の2に減ったりしてるわけでありますんで、もう漁場も空いてくるし、それから漁港なんかもですね使わなくなるわけですね。で、政府の文書を見ますとですね、復興会議もそうですし、それから水産基本計画もそうですけど、現場の意見を尊重してというのは一番先に出てくるわけですよ。で現場の意見の年寄りにですね、うちの田舎の組合長ですもうですね、港が広田町には18あるんですけど、みんな直してくれっていうわけですよ。私に言わせりゃ自分の金で直してみろって言いたいですよね。これ国税ですよ。なんで5分かね10分か歩いたりまた車で行けるところのですね小量船しかなくて、小量船も10隻しか20隻しかないものをですね直さなくちゃないのかということですね。でこれはノルウェー、と日本の比較なんですけど、日本の場合はですねピンクのところを見ていただきたいんですが、60歳以上の高齢者が今60は高齢ってもなかなか言わないかもしれませんけど、私もそのぐらいになってきましたから大半を占めてるわけですけど、ノルウェーの場合はですね60歳以下が 83% ですね。若い人たちに今度ノルウェーに9月から行ってもらいたいと思ってるんですけど、福島、宮城、それから岩手の部落からちょっとこう何人かピックアップしてですねぜひ見てもらいたいとこう思ってるんですが、これはやっぱり給料がいいからですね。日本の場合はだいたい200万から250万、まあ、あと年金とですね、で食べてる年寄りはやっていけるかもしれませんけど、そういうものはやっぱり産業ではないわけでありまして、ノルウェーの場合はですね船長は1000万だとか、若いその独立したですね高校出たばっかりの漁業者でも800万以上稼いでるわけですね。だからやっぱ法律制度をですね新しくしていかなくちゃなんない。やっぱり何て言うんですかね、全体の世の中のですね、そのイノベーションというのはですねハードとソフトとデバイスとですね
それとシステム、要するに法律とですね、やっぱり4つを合わせて変えていかないと、で法律がですね、新しくならないところでですね、いくらあの LED だけ投入したところで、じゃあ例えば LED もですね、その効力制限がなくて、どんどんそのやっぱあれですよね、使い放題になったら別にその省エネにはならないわけですね。省エネの洗濯機を、それからあのエアコンをですね、一つ一つは省エネでも、その3つも4つも持ったら何の意味もないというのと同じだろうと思うんですね。これはあのダッチハーバーの一昨年行った時のですね、こういう大型トロール船、一時は日本にもいたんですが、あとはあのカニ船のですね、これはクォーターシステムで、2007年からクォーターシステムで、メスガニは一切排除してですね、オスガニを取ってくる、これはマルハの工場ですかね、日水マルハの工場だったと思います。それからこれはアイスランドのですね、漁船でありまして、これあの巻き網とトロールが併用されている。これなんでこういうことが日本と違ってですね起こるかといったら、取る数量を決めればですね、どんな漁法で取ってもいいという考え方なんですね。で向こう側はですね、フィッシュポンプで直接加工場にですね、その水揚げをすると、あの市場の土間なんかには置かないわけなんですね。あれ逆に押してるのこれ。でこういうふうなところにですね、直接入ってくるわけですね。で私たちがその規制の導入っていうのは、今ちょっと私は新潟県の知事とですね、知事のご加盟のもとでやってまして、これから多分あの多分漁師もですね、IQ だけではあのこのままじゃダメで、 ITQ にしてくれっていうのは多分自然に出てくると思うんですが、この ITQ 制度って言ってですね、あの個別割当制度、これ100トンなら100トンっていうトータルを科学的に決めていくっていうのは大事なんですが、それをこう 漁船に割り振っていくわけですね。それでその漁獲競争はやめさせて、いいものをですね、いいタイミングで、それも投資をですね、削減する方向で、投資が大きいとですね、やっぱりこう乱獲していくわけですね。そういう方向にですね、持っていく制度、これ世界中がこれを導入してまして、あの主要先進国はですね、これで資源の回復を果たしています。で日本の場合はですね、これを先進国の中では唯一やってません。それでタックっていう一番大事なですね、全体数量を決めるのも、築地に上がるその魚種の数が400ある中でですね、事実上7魚種しかやってなくて、で違反超過した場合の罰則の対象になる魚種がですね、たった2つなんですね。サンマとスルメイカだけというですね、まあ漁業の資源管理で言えばもう後進国ですね。でこれはオーストラリアのその資源評価なんですが、見にくいんですけど、要するに赤だとか、これ政府の文書なんですけど、黄色だとか青だとかで、その対象となるですね、その資源のパーセンテージが、緑のやつがですね、急速にこう伸びてきてるんですね。それも彼らはですね、日本のその資源評価と違いましてですね、バイオマスとですね、それからあのどれだけ取ったらいいかというフィッシングモータリティと2つに分けてるんです。日本の場合はですね、資源が定位だとか注意だとか故意だとか、ちょっとわけのわからないですね、基準になってるわけです。でこれ今ちょっと新潟県でですね、やってる今 IQ 制度をこのエビに導入して始まってまして、これから多分今年度からですね、また立ち上げて、新しい委員会を立ち上げて ITQ 制度にですね、自然に移行するという目が出てますんでですね、やっていく、一つ新潟県にどんどん人が入ってくるように、それもですね、今度は日本のモデルになるように取り組んでいるシステムです。でこれその世界のですね、 ITQ を導入している国と日本とのその漁獲量のちょっと長いトレンドを見るとですね、富士山型が日本だけなんですね。あとはみんな伸びてると。でその流通加工システムもそうなんですが、まあ、八戸も少しあの閉鎖系のですね、施設を入れてなんぼかは直してんですけど、基本的に日本の漁港っていうのはこういうオープンでですね、
誰でも入ってきて、衛生も温度管理もできてないと、こんなものですね。でこれは南郷のですね、宮崎県の南郷の市場でありまして、まあ、よくこんなものをですね、日本の消費者に売るなと、まあ、宮城県のですね、市場もあんまりこれと変わらない。これはだから私たちが実験したメカジキのですね、冷凍水産物、船では一生懸命ですね、スラリーアイスだとか言ってですね、何十日もきちっとした温度管理をやりながらですね、これ夜の10時ごろに水揚げしてですね、競りをやるのが朝の6時なんですね。もういい加減にしろやって市場の人にも言ったんですけどね、治らないんですよ、これがね。本当に困ったもんですよ。でこのこれはシドニーのフィッシュマーケットで時計方式なんですけど、あの円形の中にですね、いろんな情報が詰まってて、いつ誰がどこで取ったのかという情報、鮮度なんかが詰まってて、それでそのあっちの右のボタンでですね、押していくわけですね。で下の方がこの魚の情報ですね、魚種だとかいつ、それから魚体の大きさだとか鮮度だとかですね、それからその見た人の評価だとかをですね、書いて数量化するわけですね。日本の場合はですね、仲買が移動競りで自分の判断だけでやるもんですから、客観性がないわけですよね。でちょっと進歩したのが、シドニーをちょっと進歩させたのがニュージーランドのオークランドのマーケットなんですが、これもその下の方にあるような時計競りでこの盤を押してるんですけど、上の方のですねやつを見るとですね、あそこプラスマイナス10度で閉鎖系になってるわけですね。シドニーはちょっとオープンだったんですけど、それからですね、これがまたオークランドのマーケットで、いちいちまあ買いに出るときにですね、金が払われてるかどうかということをですね、チェックするシステムですね。まあ多分築地で、大きい物を扱うときは、まあまあなかなかこういうシステムを入れることはできないのかもしれませんけれども、まあ総裁物のセクションなんかはこんなことは可能だろうと思うんですね。でこれランジスですけど、フランスのですね、パリ市場ですが、これもうスペースが広くて綺麗で、これも全部クローズのシステムですね。これ40年前に作られてるんで、あんまり今のシステムの参考にはならんと思うんですね。これはフルトンで、これも一昨年行ってきて、このフルトンも築地と同じように揉めるのにですね、吸ったもん出したんですね。それでここもですね、ここも温度がプラスマイナス5度で閉鎖系になっててですね、こうスペースがこれもゆったりしています。ただしやっぱりヨーロッパのですね、入札システムみたいなものは採用してないわけですね。これちょっと水産物じゃないんですけど、オランダのアルスミアのですね、花市場ですが、これはさっきのシドニーより進化しているのがご覧いただけると思うんですが、シドニー、オークランドよりですね、全体のその映像の中に全部その種類が分かって、情報が入れて、情報が入っててですね、いつ誰がどこでですね作って、というものがですね入ってますから。でこっちの左上の方で見るとですね、まあ、お気づきになるかどうか分かりませんけど、デスクトップが置いてるわけですね、こういうふうな。だからデスクトップと全体のスクリーンと両方から見れるという形になってます。ですからここに300人入るんですけど、外の人もですね、デスクトップだけの情報でよければ入札に参加できるわけですね。ただしここに来るその300人の人たちは、オランダの花市場のですね、現物を見たいわけですね。ニュージーランドだとかオークランドもですね、現物を見たい人、シドニーですねはやっぱり来て買うということがですね、その自分の商売のためとこう思う人が来ればいいわけですよね。ところがこれはオランダのアムステルダムの郊外のですね、イジムンディというところのこの水産物、こうタラ類ですが、これ全部8キロの箱の中にですね、これ全部さっき言ったような情報がきちっと入っているわけであります。いつ誰がどこで取って魚体の大きさが何でと、これちょっと雑多に並べてますけど、鮮度はものすごくいいですね。でこれがまた進化系なんですけど、これ全部デスクトップだけになっててですね、巨大なスクリーンは
このイジムンジの方にはなくなっているわけですね。でデスクトップの中にこういうですね、いつ誰がどこで撮ってというようなですね、鮮度だとかですね、というものが入っててですね、これで入札をしていくわけですが、この市場もですね、もう世界中からアクセスできるようなシステムになっていると。でここにやっぱり来て買う人はですね、物を見て買うわけですから、その分のやっぱりこう優先があるわけですが、一方でそこまでコストをかけないでこの業種であれば、それから自分の売り方であればいいという人はですね、この情報だけで買えるわけですよね。だからそこは経営の違いによってですね、自分たちでその差を判断すればいいと。だから築地市場でもこういうものを入れていけばですね、築地で入札をしてですね、買いたい人は築地まで来ればいいし、場合によっちゃその台湾でですね、またその北京で入札するということだってですね、これはあり得るわけですね。さっきトックの話が出ましたけれども、まあ知事が頑張って作ったトックというのは、私から言わせれば本当なんか、トックというもんでもないんですけど、言葉がパッと出てくるのを言ったらちょっと言い過ぎになるんで言いませんけど、生産組合とですね、漁協が同列で漁業権を獲得可能というところまで来たわけです。今まではですね、漁業権というのはもう漁協にしか持てなかったんですけど、生産組合というのは、江戸時代の村張りみたいな組合なんですけど、大体漁協とはこの田舎ではですね、仲が悪いわけであります。で、これをですね、漁業権を取得できて、販売事業を行えるということになるとですね、漁協と競争者になるわけです。今までの水産行政というのは、この生産組合を潰していってですね、漁協一本にしてきた歴史なんですね。それで競争者がなくなってですね、結局漁協がですね、さっぱり経営努力をしなくなっておかしくなって借金ばっかり貯めていったと、こういう歴史だったわけですね。で、宮城県に今15生産組合が、宮城県はもう県庁自身がですね、漁協中心の時代は終わったとこう思ってますから、やはり漁協を改善しながらもですね、あと別の組織を作っていきたいとこう思ってるわけですから、これ積極的に推進してるんですが、岩手県というのはもっと日本の中では漁協べったりのですね、で漁協のその放満経営でですね、その週末の岩手日報だとか東海新報のですね、報道を見れば分かりますけど、義援金でですね、赤字を解消したなんて目的外使用をですね、堂々と記事に載せているようなところでありますけれども、ここでもですね、やはり県庁自身がいつまでも漁協の時代じゃないということを言い出しましてですね、4月にようやく大船渡の三陸の漁業生産組合が認可されました。で、今いろんなところでですね、漁民組合だけじゃなくて、この漁業生産組合の動きが岩手の方でもですね、強まっているので、このせっかく特区作ってくれたわけですから、本当はこんなんじゃなくて、個人だとか株式会社がですね、漁協と同列で争うような時代なんですけれども、本当にこんなちんたらちんたらしてたんじゃどうなるかとも思うんですが、しょうがないなと。で、皆さんはですね、びっくりするでしょうけど、漁業権の許可の優先順位なんていうのがですね、経営概念以外のそのものとして定められてるっていうのがですね、多分驚くんだろうと思うんですが、養殖の許可をですね、もらう順位っていうのがあって、これ法律に明記されてるんですが、一番は経営能力があろうとなかろうとですね、漁業協同組合なんですね。一番が漁協を通じてそれを認可すると、養殖のその許可証を与えて漁業組合に与えるというものですね。二番目がですね、今言ったような漁業生産組合みたいなものですね。で、私たちが特区としてです、特区じゃない、法律を変えてちゃんと与えなさいというのは、普通の個人だとか法人だったわけですが、今の漁業法ではですね、これが3番目ですから、漁協が申請書をですね、要はできてもできなくても出せば、法律上はですね、漁協にその養殖だとかですね、定置の許可権が行ってしまうと、
こんなですね、全近代的なことがずっと許されてきたわけですね。それがだからこの2位とですね1位の間の差別がようやく同列になったつだけでも進歩だというふうに言えなくはないわけですね。で、時間がないからもう端折って、結論をですね、申し上げますと、今までずっとこういろんなことをしゃべってきましたけど、衛生基準だとか HACCP だとか密封式だとか加工の方もですね、単純冷凍から高付加価値だとか、その温度管理もですね、築地なんかでもピンボケなんですけど、やっぱり0度が基本ですよね、持ちが違うわけですから。それからよく食料基地って言われますけれども、もうやっぱり相当その高技術高付加価値のですね、そのものを作っていかなくちゃならない。それからいくら頑張ったって人口減少っていうのは止められないわけですから、それへの対応ですね、それから資源管理ですね、 ITQ の導入でちゃんと作ったものをですね、やはりその製品として使うと。それから漁船からですね、取ったものをですね、直接加工場の方へ搬入すると、競りは洋上でするというようなシステムが、この上の ITQ システムが導入すればできるわけでありますんで、やったらどうかなということでございます。やるべきだろうと思います。で、外国はですね、すでにこんなものをやってですね、何十年も経ってるということです。はい、以上でございます。どうもありがとうございました。それでは早速ですが、討議に入ってまいります。伊藤先生とそれから小松先生、ですね、伊藤先生は地域の経済産業集積が進みますよという、そういう話ですね。それから特に宮城仙台で非常に重要なのは水産あるいは水産加工の話ですが、これをいただきましたということで、せっかくの機会ですので討議をしていきますが、どなたかご発言、いや手を挙げてください。今それから他ですね。それでは田中先生は何の話ですか。コメント。コメントですか。はい。それでその後水産でちょっと水産のご専門の方がお見えですので、前へ出て、でも少しお話をいただければと思います。じゃあ田中先生からこちらという。どうも両先生ご講演ありがとうございました。伊藤先生のお話で、北東アジアの地中海、構想というお話出てきまして、私大変賛同をいたしたと思います。私5月の末から6月頭までモスクワへ久しぶりに来まして、講義と大会での招待講演をやってたんですが、日本人はですね、あんまりロシア人好きじゃないみたいですけど、政治家はともかくロシア人って日本人、日本の産業大好きでして、非常に高い期待があると。なんて言っても日本、特に東北地方から見てロシア隣国ですし、日本のサバイバルのために、発展する地域、ですね、ディベロッピングというのは大きな価値であると、ダイナミズムですね、とすれば、やはりどうしても我々南の方のアジアに目は行きがちですが、ロシアもあるよということをですね、考えなきゃいけないと、そういう時に非常にタイムリーなお話をいただきましてありがとうございました。そして、世界の中の日本の東北という視点も非常に重要だと思っております。ありがとうございました。非常に私がですね、特に冷戦後ですね、ずっと考えてた問題なんですが、あまりにもこう、日本もそうだし、当時ですね、例えば中国がどうなるかなんてのはね、あんまりみんな言ってなかったんですよね。で、当時のその中国の GDP、世界に占める GDP っていうのは 5% もいってなかった。だけど、
まあ、私は必ず中国、ロシアっていうのはですね、発展していくであろうと、それに対する対応がほとんどなかったんですね、あの頃もね、経済については。で、だから、まあ、今のような、まあ、私が申し上げるような考えってあまり出てなかったし、そっちの方の調査もしてないんですね。で、今、例えば、貿易の時間について言えば、まあ、シーアンドレールっていうコースありますよね。これは日本海は船でやると、そこから先は、シベリア鉄道でやると。そうするとですね、太平洋、インド洋をこう回っていくのに比べるとですね、時間が大体3分の1で済むんですよね。そうですね。だそういうこととかですね、なんていうんですかね、今までの規定の概念からこう飛び出るのは非常に日本人って苦手ですし、そうだと思います、はい、だからその辺だと思うんですね、はい、先ほどの小松先生の話も漁業なんてまさにそうだと思うんですよ、はい、まあ、このグランドデザインフォーラムが引き続き追求しなきゃいけないテーマだと思います。ありがとうございました。去年8月に石巻にこのプログラムでお伺いしたときに大変にお世話になりました。スノーさん、石巻大市場のスノーと申します。このように高いレベルの話に参加させていただいて私などがコメントしていいのか、普段辛口の小松さんが非常に今日は控えめな話をしたんで私もびっくりしてるんですけども、実は私と小松さんと対立してるわけじゃないんですが、まあ時々私と小松さんとで意見の違いがあって話し合いすることがあります。その基本的に違いがあるのは、まあかつての日本の漁業といいますか水産は入り口規制で出口規制じゃなかったわけですね。これが国際的に海洋法ができた中で、日本は戦前からずっと海洋資源の調査を各県でやり、漁船の積数もやり、こういうことで日本の沿岸全国に漁村があり、漁業が存在して、まあ、もちろん農業もあったわけです。そういうような自然発生的なところにあった中で、まあ、世界的に海洋分割になり、ある程度のこのタック制度という形で資源を基づいて各国が整理すると。ですからそれに基づいて出口で積数と言いますか、量を規制すると。ところが日本は今まで資源に基づいて 5年おきの許可制で基本的には入り口規制をしてきた。で、実はこの間までやってました篠原農林副大臣、彼が漁政部長の時に、企画課長の時に、日本が200海里を承認しました。その時に、彼は3分の1の船をカットして、適正規模にして日本は再生すべきだという提案したんです。ところが、当時の大蔵省が日本の合理化を今まで何回も源泉保証を払ってて、今更出さないと。いうことで、そのままの積数をカットできなかったです。それでそれを唱えた篠原さんは、企画課長から食料問題研究所というところの官職の所長に飛ばされたわけです。で、彼はそこでフードマイレージとか、いろいろな新たな研究をして、まあ、いたわけですね。で、そういうことから、今小松さんが言われたように、適正規模に本来するべきだったのが、できなかった。で、それがずっと未だに来ている。で、今回震災でかなりの人がダメージを得た。だから、これをただ復活するんじゃなくて、今言われたような、いかに合理化した中でそれをやっていくかと。そういうようなきっかけにしていかなくちゃいけないんですね。それをどういうふうに計画的にやっていくかというのを、ただ、そういう一つの意図を持ってやらなくちゃいけないことだと思います。それからさっきのその漁業の特区の問題で若干私と小松さんのニュアンスに違いあります。というのは、漁村というのは基本的にコミュニティです。
ですから沿岸の漁村にいる生活者がまず漁業権という形で生活できなければ、外部から来た人が参加して、例えば地元の人を採用して不満があれば、自分の方に漁業権があれば中国人でもどこの人でも連れてきて合理化する、あるいは機械化するということで産業としては存在します。ただ地元の雇用がなくなってしまう、そういう意味から言ってプライオリティとしては私は地元の人を優先してもらいたい。ただし今言うように水産の6次産業化ということで、単なる零細漁業で取るだけじゃなくて、そこに大手も含めて技術が入ってそれを2次産業の加工、そして近所に売りに行く3次産業、そういう意味で6次産業化で、水産の6次産業化っていうのは目新しいことではありません。私はもともと太陽漁業で、太陽漁業は世界の海で魚を取ってきて鮮魚となり冷凍魚を日本の国中に売る、その中で品質の悪いものを出さないために自社で完結するために加工品を自社で缶詰作ったりいろいろ加工してって、それでマルハの営業所全国にありましたからそこで販売したんですから、戦後の産業の中で水産の6次産業化は実質できてたわけです。ところが日本の大手水産会社が200海里で外国の漁業も閉鎖されて漁業会社じゃなくなったということで、会社自体が存続できなくなって一気に輸入品を扱う貿易部と国内の営業なんだけど、今までの国内の営業が全て自社の漁労品を売ってたけど自分の漁獲物がない、それで営業マンというのはイコール自分でリスクを持って外国から輸入し販売するということで、だいぶ小さくなりました。そういう中で太陽漁業は漁業会社だったから取る方がダメで輸入をやりました。それから日露漁業というのはもともと加工が中心だった、もともと日露漁業で漁業なんだけども、ここは会社構成法で、銀行が管理しました。その結果加工を中心にするということで、原料が手に入らない、そういうことで銀行の論理で その魚を持ってくるマルハと加工の日露を合併してマルハ日露となりました。日本水産という会社は魚を取ることと加工と同時に価値観を持ってたんで、いまだに日本水産は日水という会社として現実、まあ取る部分といいますか、そういうのを自分で今西日本とかいろんなところを養殖事業をやってます。でやはり小松さん の論理、外国のものを真似しようということはある面で非常に進歩的な分野として参考にすべきだと思ってます。ただ日本の沿岸には人がそこに住まなきゃいけない、これだけの人口少ないと言いながら、日本は日本中、国中、北は北海道から南の九州まで、南からは黒潮なり、ずっと暖流が上がってきます。それから北からは親潮が日本海側にも含めて上がってます。そういうことで日本の国は北も南も、それから表日本も裏日本も全部漁港漁村がある、そういう面では非常にバランスの取れた文化の国だと思ってます。でその時に経済を単なるお金ではなくて、やはりそのところに住むことによって環境を浄化していると思ってます。やはり人間が各地に人がいることによって環境を守ってて、これが地球の温暖化に貢献したりいろいろしてる。ただその人たちが子供も含めると現金収入がないと、どうしても学校教育のために金が必要だと。かつては進学率が少ない時には地方の優秀な子供たちは徳志家が東京にいろんなところに寮を作ってくれて、そこに行ったから現金収入なくてもよかったと思います。我々今でも思うのは、現金収入がなくても地方は食べ物があります。だけど子供の教育、医療の問題さえきちっと社会のインフラが整備されていれば、それは成り立つと思うんです。ですからその経済的なお金の収入の問題もあるけど、トータルの医療だとか福祉だとかそういうもののインフラも片方であれば、何も全員がお金お金お金って言わなくていいんではないかなと。
ちょっと打足になりますけども、実はベニスの商人という言葉がありますね。我々子供の時に聞いたベニスの商人、肉1ポンドをあの借金の方に取られるっていうことは、我々子供の時に聞いてたのはあくまで小道徳として人間としての道徳感をあの偶話は伝えたと思うんです。つい先日家屋の記者と朝日新聞の記者の30代の人にこのベニスの商人の話をしました。彼らはびっくりしました。ひどいじゃないですかと。そのひどいのは何かと言ったら、後出しじゃんけんじゃないですかと。後になってから条件つけるとおかしいでしょうと。血の一滴なんていう話おかしいじゃないですかって言われて、ああ、あなたはじゃあヤクザが借金の方に内臓を取るってことをもう認めるんですかと。契約社会であれば何でもいいんですかと。人間は商売の前に倫理観があるんじゃないですか。アダム・スミスも道徳感情論だかなんかそういうのをあの国語論の前に言ったんじゃないですかと。金だけじゃないんじゃないですかって言ったんだけども、現実にはそういう偶話が、これはあのユダヤ人の迫害ということでアメリカの圧力で日本政府がこういうことをやめたと思うんですけども、なんかやはり今回の復興にあたって、あのお金じゃない復興も片方で考えながら進めてほしいなと。ただその時に一つの目標の中で、あの小松さんのその簡易な発言があるもんですから、ついついあの、感情的に、信用を取らない人が多いですけど、やはりあのヨーロッパ並みに整備されればできることなら、日本もあの手作業じゃなくて機械化すべきところはする、そしてみんなが豊かな作業できるようにする、そこでコミュニティとして存在する、そのためには大手の資本家の人たちも本当にお金じゃなくてあの一緒になってそこでやるんだと。そしてそういう大手のお店にあのリタイアした漁業者なりその奥さんがあの実際に店頭に立ってそこで対面の話をしたりするようなことを本当にやっていただけるなら、それに越したことない。そういうような意味で、あの、私たちは、あの、復興にあたって、やはり、あの、石巻の場合は、国産水産都市、石巻ということで、今言われたように、少しでも衛生管理をし、世界のマーケットに通用するものを作っていきたいと。ただ、実際には地元の、意識を、とのギャップもあります。そのためにいろいろと講習会も開きながら、まあ一歩一歩前進しなきゃいけないかと思ってます。まあこういうことでちょっと取り留めもない話ですけど、お話しさせていただきました。あの、コミュニティに関して考え方がちょっと違うので、短く消防延滞をお願いします。いや、要するに須野さんが言ってるのはね、感情論でありまして、私もだからあの嫌いだとかね、まあ、この前もあの押鹿本島の浜だとか、それから広田町も行ってきたんですけど、データは明らかなんですよ。もう崩壊なんですよ、崩壊。今までの小松先生が教えたいのは、もう要するにデータから見て、コミュニティ崩壊ですよ、確実に。今のままでは、うん、さっき言ったように人口も急速に減少してるし、後継者もね、2%、 あの 20% 以下しかいないんですよ。それからコミュニティを維持するために収入がなくてどうやって維持するんですか。補助金付けにするの一緒。じゃあ年寄りはいいかもしれないけど、年金でやっていける人はいいかもしれないけど、そこの考え方が違ってるということですか。考え方じゃなくて、それは現実で、それしか手法がないはずなんですよ。ちゃんと制御で、ね、ちゃんと給料を取れるような形にしなさいと。それでなくたって漁場が空いていくわけだから。一つ質問なんですけども、現在その国の水産行政とか政策とか復興政策が必ずしも小松先生のおっしゃるやり方では動いてないですし、篠さん、スノンの、あの目指す方向でもなさそうな感じで、あのだから今年寄りが多いでしょ。田舎行けば漁業者農民が大体 65歳以上が3分の2、それから60歳以上が半分以上のその漁村に、政治家にとってみれば
その人たちがどう言ってくださいと若い人が入ります。それから近隣のその自治体要するに会社からですね、一緒になって漁業権を取得してやりましょうだとかね、東京から会社が来て一緒にやりましょう、漁場スペースは空いていくわけですよ。そういうところでやりましょうっていうのは票にならないから、結局はそこにいる票を、ね、提供できる年寄りにばっかり金を撒いてるわけですよ、今の構図は。まあ、ちょっとそこが考え方が全然違うんじゃなくて、これ現実ですよ、どう見たって。いや、小松先生ご自身も、ずいぶん東北に地盤があって、もう人いないですよ、人はいない、人がいないから、大鹿半島にもいない、どうやってそんなところのコミュニティ維持するの。いや、小松先生が説得する相手はどなたになるんですか、その場合は。その場合に人、コミュニティに人がいなくなりつつあるとしたら、説得する相手はどこに探せる。誰ですかね、だから聞いてくれる人でしょうけども、だから今度の岩手の、ね、漁協のその話もそうですけど、はいはい、ほとんどの漁協が、まあ、9割以上の漁協が義援金1組合あたり10億ぐらいもらってですね、今まであった5億だとか7億の借金を返していってコミュニティ維持するためにですね、で、その組合員には配らない、それから震災復興の新しい事業は立ち上げないということをやってるんですよ。こんなことをコミュニティの維持っていうんですかね。それ漁協の維持ですよ、まあ、ちょっとね、それから産業が資源を潰してしまったし、漁場を潰してしまったし、入ろうという意欲のある人を閉鎖系で潰しておいてですね、この民主国家日本でですね、どうして漁村だけが農家以上に他の中小企業以上に閉鎖系の特権を与えられなくちゃならない。いいよそこのコミュニティでもいいんだけど、誰でも入れるようにしたらいいじゃん、そこに行き来ができるように。ちょっとまた短く、だいたいそのコミュニティから世界中に行ってですよ、世界中に行って荒らし回っててですよ、はい、なんでそこの、ね、ブラックにその人が入ってくるのが問題だっていうのかっていうのは俺不思議でしょうかね、はい、私みんなもそうなんです。じゃあ短くコメント。今ね、だから小松さんの言うように、活性化するために入れるべきだと私もそう思うんです。でそのためにやはり中心になるのはこの三県のね、県の行政を含めて我々民間人がそういうような委員会ではなくて、そういう活性化のためのね、やらなきゃいけないと思うんですよ。やればいいじゃん、うん、やらなきゃ。そういうこと、そういうこと。やってんのが、はい、今、補助金ばっかりもらって。何年かかったってさ、同じことばっかり、40年、50年、60年一緒なんだもの。何も変わんねえんだな。あなたはその延長線上でちょこっといつから丸葉から地元行ったら、ころっと地元の用語にころっと変わっちゃってさ。そのさあ、どうも、東北大学の羽生と申します。2人の白熱した議論をちょっと楽しませていただきましたが、ちょっといろんな問題が複雑に絡み合って非常に分かりにくくなっているんですが、例えば私がこう例えば SNS でベンチャーキャピタル募って、先ほどなんか紹介して出てきた外国のような先進的なシステムを用いたなんか水産加工会社を立ち上げたいと、そういう場合どのような障害が今なんか存在しておりますか。過去にですね、実際に日本の大手が入って、突然辞めてったわけですよね。でそういうことで被害者意識がまずあるんですよ。ですからまずそういうのを地元民とのコミュニケーションがまずできて、でこういうことで採用しますよと、で撤退するときはこういう条件ですよとか、なんかね、もっと地元の人との議論を深めれば、私は本当に応援団としてね、来てもらえると。ですから、イニシアチブ取るっていうか、要するに地元の人と一緒になってやるんだと、共同の産業をやるとなれば、私は例えば西日本のマグロの養殖でも何でも、全部共同でやってるわけですよ。で私は東北の海でも、今までは海に余裕がなかったんです。また過密状態でしたから。今回は、分母が減ったんで、かなり海が空いてくんで、そこに対しては逆に言うと、入ってもらわないと困るわけですから、その時の議論は十分今とは違ったものになると思ってます。ちょっとね、ちょっと性格を聞きしますと、日露漁業撤退したって言ってるんですけど、あれ漁業権もらってないんですよ。ただの経営指導だけだったんです。あれ漁業権もらってれば撤退なんか簡単にしないんですよ。それからさっき言ったように
漁業権は今組合にしか与えられないから生産の根っこを抑えてるわけですよ。生産が多様化してれば、例えば今度の漁業生産組合みたいに漁協が売らないとなったら生産組合が売れるわけですよ。本当はだから私が書いたように個人だとか法人の養殖会社もあって、漁協が死の子の言うんだったらこっちから変えるようにすればいいんです。もちろんトータルとしてのね、キャリングキャパシティっていうか収容力だとか資源の持続性の範囲でなければならないんですけどね。で今までだから独占企業、これ独禁法の適用除外なんですよ。漁協農協っていうのはそこで甘えてきた部分はあったんですね。これいいよ、風さん。わかりました。じゃあちょっと一旦ここで話を喋って次の題材に入ります。どうぞ。石巻から来た大江と申します。ちょっと話題を変えてですね、今あの石巻もまあ復旧復興をかなり進めてるんですけども、いろいろと課題も多くてですね、なかなかうまく進んでないというところの一つにですね、やっぱり土地の問題があるんですね。あの要するに、今回の震災で、地盤沈下しまして、要するにあの水が来る状況がいろんなところに ありまして、ですからあのその土地をちゃんとしないとですね、要するに復旧も進まないという状況にあるわけです。でこれをちょっと考えるとですね、日本は多分確かあの世界の自然災害の2割ぐらい確かあるんで、当然あの今までも山古志村だとか、普賢岳だとか、そういうことを考えてもですね、当然その災害の地域には当分住めなくなるわけです。ところがですね、そこに住んでた人はその土地にですね、当然あの、土地を所有して住んでるわけですから、やっぱりどうしてもその経済的な理由もあるでしょうから、また元に戻ってその土地でやりたいということになるわけです。ですけど復旧を考えるとですね、こういう自然災害の復旧をできるだけ早くするという意味では、やっぱりあのその安全な土地に移ってですね、事業をするとか生活するというのはやはり一番いいスタイルだと思うんです。ただですね、あの日本の場合は要するにそういうその平野部はもうほとんどみんな私有地というか要するに所有されてますので、そういう新しい土地にですね、移る場所がないわけですね。ですからあの例えばこういう、まあ、考え方がいいかどうか分かりませんけども、これから将来日本の国土をどういうふうに使うかということを考えると、そういう自然災害に可能性が高いところは例えば国有だとか公的な管理にしてですね、例えばそれを賃貸で借りてですね、何かあった時にはすぐ移りやすくするという、気軽に土地の値段をですね持たないで気軽に移れるようにするとかですね、そういうようなスタイルもひょっとしたら考えられるんじゃないかというようなことをちょっと考えたんですけども、これがただのアイデアなんですが、そういうような土地がないとですね、やはりこの復旧がなかなか進まないというところが現実でありますので、まあ、ちょっと皆さんに紹介したい。あの石巻で地盤沈下をして水がかぶりやすくなっているというところがあって、そこが生産施設として極めて重要だということですね。でそれが所有権の問題になってて、お金を借りたりそこでローンをとかいうことになってるから、国有とかそういう形にして、あの身軽にしてないと動きがたいという、そういうご説明でしょうか。はい。で水、これは先ほどの第一部の高潔先生のお話なんですけど、地盤沈下したものはもうそのままになってって、それはあの元に戻すためには土を入れてこう上にあの広い広大な領域をこうかさ上げするしかないわけですね。あの今回の地震は600年に一度と言われてますから、あの600年ぐらい経つと元に戻るんじゃないかと思います。あのもう元に戻るってなら600年後に徐々に戻るって言うんですか。はい、年間何ミリか何センチか。ああ徐々にあのこう戻ってきたのがまた、ちょっとまだそうすると600年の単位は長すぎるわけですね。先ほどご説明しましたけど、あの日本列島が乗ってるプレートっていうのは、あの地震が起こった時全部海の方に行っちゃったわけですね、はい、
だからその分沈降してるわけです。もう一つはなんか今度大きな震災があってまたなんか海に沈むという可能性はないんですか。ありますけれども、あの今回ほどでかいのはしばらくはないと思います。あの今一生懸命お金をかけてかさ上げしても今度また大きなものがあったときに数年後数十年後にもう一遍沈むということはあり得るわけですか。沈む量はだいぶ違うと思います、ね、なるほど。そうするとやっぱり今かさ上げした方がいいわけですね。1メートルとかできるならした方がいいと思います、はい、で分かりました。その1メートルかさ上げって相当お金かかるみたいですけども、そのお金とそれからその海岸の土地の所有権の問題ということですね。どうもありがとうございました。ではちょっとあの話はまだ終わってない感じなんですけども、一旦ちょっと別の話題の方に講演を行ってきます。では